構著作権シビアだぞあれ。やめなよ。うわあかんやろ。スプラトゥーンの中の人が結構ゲームやってますっていう。貯金額百何十万ってそんなないと思う。うん、どこだっけそれ、実家じゃねえのってか。実家あったらできると思うよ。そうそう一人暮らしでできないと思う。あまりどこでそれを見てそんなよくわかんないことを出してんの。うん、ちなみに30代500、40代690、50代で1000万とか、60代で。60代と50代が同じ1000万ってもうそこが物語ってる。無理だろ。バブリーな時代だったらいいけど、たまってもすぐ支払いが来て消えちゃうの。でっかい支払いが。これシミュレーションってなかったっけ。あ、できないんだ。あ、そうか。決めるときにやるな。登山ルートでも見てみよう、そこですよ。デコトラ伝説。発電所のこの上の方からさ、上の方にこう上がっていくのって、あそこの登山ルートでしょ。草津山に入るところ。多分。150キロ。さすがにあるね。筑波山とどっちが遠い？同じぐらいじゃない？やっぱそうだね。だってあっちの方が遠くなんか200ぐらいあった気がしたね。あっち何キロあったっけ？200ぐらいなかった。これ動いてねえ最近1年から。あの新潟はこれから我らと同じ方向だね。いや、左だから少ないんだけど山の下。違う、渋滞してるから左側行ってるだけじゃないの、あれ。進んでるから。さっきから仙台ナンバーがすげえ連なってるんだけど、なんか撮影でもあったんでしょ。出口や。そうだね、これ登山道だね、あそこ。はい、うん、城山発電所ってあそこだ。うん、だってほら城山湖の横を沿った感じで、ほらここの登山道は上に上がっていくじゃん。でほらなんか神社みたいなのあったじゃん、あそこ一回見たことないけど、それのマークもあるし。鬼のパンチューはいいパンチュー。違うでしょ、今誰？おめえしかね。誰じゃねえって。ポプ？寝てんだよ、こっち。って言った父さんが、納車かな、これ。そういった、あれにしたら起きろって。ポプを鳴らしたみたいなこと言ってな、自分の。ポプが言ってさ、だってお父さんがお尻に匂い嗅ぎに行った時点でもうおっさんす、そこでバレる嘘って思って。うちの犬おならハンターだから、おならした人のとこでケツに匂い嗅ぎに行くからな。あれ今あなたしたですか、お前よ。おばさんのおならした時にはほぼケツかの匂い嗅ぎに行ったら、本当にちょっと恥ずかしかったけど面白かった。落としたの？うん、プーってちょっとやめろよ。もうあんぐらいになると気になんないんだよ、おばちゃん。笑いながら言ってさ、あら、やだ、出ちゃったっつってその間にポポが匂い嗅ぎに行って、ケツの本当恥ずかしかった、ね、おならしてないのになぜかこっちが恥ずかしい気持ちになった。だってわかるでしょ、気まずくない？うちの犬もケツの匂い嗅ぎに行くんだってした人の相手がさ、たとえさごまかしてたとしてもさ、こいつがいる限りごまかしようがないんで、その人のところに嗅ぎっちゃうから。慣れてたまま。あー、かわいいよ、かわいいよ、おー
思った。ああ、たまらん。おー、いい匂い。この匂いが、これ、あ、一生嗅いでられるこの匂い。デコトラ伝説。ああ、いい匂い。この今、ポプのね、ポプ臭がするよ、ポプ臭。ババ臭。前にデブ臭だよ。ああ、かわいいな、ほんとに。なんでこんなちっちゃいの。ああ、そっか。ちょっかそう、ケイちゃんのたまに燃やすじゃない、チンペイってのもでしょ。なんだよそれ、チンペイ。ポプチンペイでしょ。いや、すごいいいよ、今ね、ポプの匂いだよ。犬臭。はい、痛い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 、ズムサタ。バカだろ、痛いって。だからツネ君、わあ、たんねえ、ポメラニアンスの最高。おいで、ポプラ。ああ、顔ピロリしてきた。ああ、うまいよ。ああ、ふう。ああ、いいよ、口舐めなくていい、ありがとう。たまにボタン。かわいい、ポップちゃん。ポップちゃん。ねえ、ポプの真似して。え、ポプの真似して。わーわーわー、もっと吐きあるでしょ、うちの会員だから。なんでそうやって刺激与えんの。今無敵おむちまんだけど、確かに。あ、うんこついてる。嘘でしょ。やめろよ、変なこと。やべえ、まあいいや、そんな大したうんこでもね、ちょっぴり毛についてるぐらいだから。これ知らん、やめろ。パうんこ、あちょ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 、あちょ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 、あ、ほんとうんこ。ほんとにやってそう、このバカ。え、ほんとにやってるよ、何言ってんの。バカバカ。運転じゃ危ないよ。知らない、俺運転してねえもん。しこし。しこし、しないの、こんな人が丸見え時計のとこで。出るか。あー。見ちゃったですお願いしますですか。やばい、だからそういうことが起きるからやめなさい。ここに置いとけね、ここに。これでやってもらえるもせずもんね。お願いしますよ。真ん中にずらしとけね、こいつ。車の方がしやすいね。はい、車の方がしやすい、ね、なんか語弊のある言い方すんの。肛門マジ。あ、明日風呂屋行くわ。なんだって、あんたあんな目なんかやめな。いや、まあと1日だからもう使わなくて。もう無呼吸になってる。今月で終わりなの。うん、いよいよ。いや、まだ余裕あるじゃん。明日、明後日はマジでやばいから。ラララララ、ちょっと気持ちよかったです、かわいいよ。あー、ぶるっちゃった。あいてお前さ、もうちょっと落ち着けよ。分かったから。へえだって。横聞いた。へえ。横にスライドしたぜ今。あ、お。面白かったね。うん、うん、ね、気持ちよかった。あ、暇だな。お菓子屋も怖く。うん、今すげえ暇タイムだから。お菓子1個しか持ってこなかったよ。現地調達すればいいかななんて甘い考えで。軽いさだからね。いや、サービスエリアとかもあるし。あ、まあね、なんかコンビニあるだろうとか思って。ていうか、あの軽いさまで行くさ、親がさ、くれたさ、うん、このお菓子だけ持って軽いさは行くまでのそのサービスエリアも知って、もう知り切ってるからさ。あそこかな、ランザン混んでるかな、ランザン。でもそれ食ったらいくらなんでも。やべえ、ランザンの飯食いて。あれでも、あれ外で食えたっけ、あそこ。あ、ダメだ、残念。外で食えたとしても、あの強風の中で食ってたら大変なことなのね。あ、食える食える、ランザン食えたかって。やだやだ、どうだったっけ、覚えてん。あ、いや、あった気にする、外にテーブルなかったっけ。本当にあれ工事現場の人の車っぽいね。何これ、食いたくなるの。
カールか。親がくれた。カールじゃねえや。キャラメルコーンか。うん、甘っ。